アーサール・シェブケド級装甲艦は、オスマン帝国海軍の原則訪問装甲艦の、艦級である。本級は、オスマン帝国海軍が、自国の沿岸防衛のために、フランスのラッセーヌ造船所に発注した、装甲艦である。本級の武装、装甲配置を示した図。本級の船体形状は当時、フランス海軍が、主力艦から、警官艇に至るまで、 主に導入していたダンブルホーム型船体である。これは、水船部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる、船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土級戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水船下部の艦首艦尾は著しく突出し、かつ、 原則甲板よりも水線部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水線下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美宝の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる船体形状であった。水線面に、飼育材の上にリメートルの鉄製の装甲が貼られ、 末端部は1 1 4ト、mm、ル装甲が貼られた。船体中央部に箱型の構造物が設けられて工述する武装が搭載された。ネジミシェブケドを描いた絵画。船体の基本形状は列強の装甲艦と同じく艦首水面下に昇格を持つ平ら。甲板型船体に2本のマストの間に1本煙突を持つ当時の一般的な装甲艦の形態である。 完備パ板上には、主砲のイギリスのアームストロング射精、2 2 9トルアームストロング砲を単素砲がで基部を装甲で覆われた、バーベット上に1機を配置した。原則の訪問部には、副砲の1 7 8トル単装砲を単装砲がで、片元2機ずつ、計4機を配置した。水洗面と訪問部には、 厚さ 152mm 装甲を、機関区と弾薬庫を守るボックス下出るには 120mm の装甲板を原則に貼っていた。1890年代に近代化改装を受けた、折に近接戦闘用に、1859年型 8.7cm 炭素砲を2機、1862年型 6.4cm 炭素砲。 お二機、落ちキス3.7センチメートル5連装、回転式気泡2機を、甲板上に配置していた。ありがとうございます。